社労士試験を受験された理由教えていただけますか。はい、初めは経理財務の仕事が中心だったんですが、まあ、業務分担の変更で、まあ、人事労務関係も見るようにという期待が会社側からありまして、実際そういった知識なかったもので、まあ、困ってしまいまして、そういった中で社会保険の制度とか、労務管理とか、労働法の勉強を体系的に、系統的に勉強する方法と考えたときに、まあ、社労士の講座を受講するという結論になりました。なるほど。その弊社のテキストとか e-learning コンテンツはその目的に合致するものでしたか。はい、まず何よりもあの量があまり多くなかったものですから、最初にあの届いた時に、まあ、これならば一通りこなせるかなと、最初からやりこなせるかなっていう感があったのがまず大きかったと思います。この半年間ですかね、自分のベストを尽くしてみようというふうに考えて取り組みました。1日あたりどれくらい学習されましたか。あのやはり仕事をしながらっていうことですと、夕方夜はなかなか難しいので、もう3月からですね、毎朝5時から勉強することに決めました。すると土日はもう1日5、6時間と決めてですね、平日が2時間から3時間ですね。じゃあトータルですと大体どれくらいのお時間になった感じですかね。最終的には800にいってると思います。どうしても途中でその勉強がうまくいかなくなったりとか苦労した点もあったと思うのですが、具体的にお聞かせいただけますか。あの一通りこなした後に2度目の過去問をやるときにですね、やっぱりまた分かんなくなっちゃったと。その時に数字の暗記がですね、まあ、年齢ということもあるんでしょうけども、入っていかないと、かなりこれがっかりして意気消沈スランプ落ちることはありました。そこから具体的にどう乗り越えていった感じですか。確かあの先生の YouTube のプログラムにあったかと思うんですが、とにかくあの学習は8月の末にベストに持っていければいいというお話があったかと思います。なるほど。でそれを頼りにですね、もう今日ここで分かんなくても何度も何度もやって8月末に分かってればいいんだというふうにこう開き直ることにしまして、弊社だと問題演習をやるときに紙の演習ノート、少し卓一式のものを使いましょうって話してると思うのですが、はい、使われましたか。はい、一つ一つの選択肢ごとに正しいか正しくないか、要するに一択の問題だというふうに頭を切り替えて、で問題解くたびにここがおかしいんじゃないかっていうのをあのフォーサイトのノートに必ず書き込むようにして、勉強しました。受講生の皆さんには最初の段階で青い冊子の合格体験記をお配りしてると思うのですが、あれはご覧になりましたか。やはりあの途中で何度かスランプになった時に、あれを開いてですね、苦しかったのは自分だけじゃないと、やはり合格されてる皆さんも一本ではなかなか学習進まずに悩んだり迷ったり、でもそれを乗り越えた方が合格されたのかなと、こういうふうに読みこなしてですね、自分の気持ちの励みにしていました。今後多分定年とかも意識されるとは思うんですね、はい、その点に関して資格を生かしてどうしたいみたいなところとかもしあれば教えていただけますか。はい、おっしゃる通りですね。会社での、まあ、定年というものが一つありますが、まあ、その上で、まあ、社労士の資格とかを持っていれば、まあ、顧問とか、まあ、アドバイザーといった形で、フルタイムでなくても仕事を見つけることもできるのかなと、そういう意味では人生のキャリアプランでまた大きな選択肢ができたのかなと考えています。私は結果的にはもうフォーサイトに決めたらフォーサイトにかけると決めて、最後までフォーサイトの教材だけを繰り返しこなしました。やはり社会人の方が多いこの社労士受験という中においては、どれだけの時間過去問を繰り返しテキストに振り返れたかが大切だと思うんです。ですから皆さんも自ら選ばれた学習方法に自信を持って、最後まで諦めずに繰り返しをされることが大切かと思います。